グロトンはアメリカ合衆国コネチカット州の南東部ニューロンドン郡南中部海岸に位置するグロトン町の中にある政治的に独立した小区分の市である。グロトン市はグロトン町の西端にありプレーンクリークの西グローブアベニューの南である。2010年の国勢調査では人口9395人であり州内21都市の中では少ない方から2番目である。 グロトンは1655年にグロトンバンクとして最初に入植され、現在グロトン市がある地域がグロトン町の中の主要ビレッジに発展した。グロトンのビレッジが1903年にボロとして法人化された。1964年、グロトンボロの住人が再度グロトン市として法人化した。コネチカット州の都市は、それを囲む町と政府や領域で統合されているのが通常だが、 グロトン市は唯一統合されていない都市である。アメリカ合衆国国政調査局によれば、長域全面積は6.8平方マイルであり、このうち陸地3.1平方マイル、水域は3.7平方マイルで、水域率は54.39%である。ちなみにグロトン町の全面積は45.3平方マイルであり、6倍以上ある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。